みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと353日となりました。マイアミです。マイアミではありません。今日は朝の浅草におります。浅草を歩いてみます。ここで一つ、一人の時はやっぱり禁酒します。誰かといる時に飲むということをちょっと徹底してまいりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今もちろん飲んでない。抜けてるけど。やっぱね、良くない。良くない。良くないっていうあれじゃないけど、良くない。やっぱり、自殺の原因の3つで、自殺っていうか死のトライアングル。アルコールうつ自殺なんですけど。それになるなって、別に自殺もしないし死にゃしないしアルコール中毒でもないけど、いやでもこのまま行くとなるから本当に気をつけた方がいい。浅草ですよ、浅草。というわけでちょっと目的地が地図ないと分かんないんで、あーでもいいんだ、左下に地図が出てるから。すごいね、もんじゃ焼きのです。いや朝からすごいにぎわってますよ。さすが浅草やね。なんか最近すごいこう、すごいんだけど。和彫りキューピー、和彫りかよ。え、道合ってんのかな、こっちで。私結構迷子になるからね。まあいいや、じゃあそろそろちょっと目的地が合ってるか不安になってきたので、こちらを切って切ります。というわけで皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。